今からほんの24時間ほど前に、この危険極まりない異常性格者ともいえる独裁者が63人もの連合国ボランティアをこの町の北にある村から拉致したのです。そして自ら将軍を名乗るこの男が要求してきた身代金は、なんと驚くことに200億ドルだということです。63人の人質が囚われている場所はまだ分かっていません。またボランティアたちの警護には15人の連合軍兵士が当たっていましたが、12人はその際の戦闘で死亡、残る3人は行方不明です。拉致されたものと思われます。はい、出ろ。私と戦いにはるばるここまで来たのだ。ご注意ください。では戦ってみよう。ボランティアたちが誘拐されてからすでに24時間が経過し、ついに連合軍が救出に出動することになりました。哀いないよ。どうやら連合軍司令官がやってきた模様です。インタビューしてみます。ガエル大佐、ちょっとすみません。失礼します。 GNT ニュースのチュンリーさんです。インタビューお願いします。ダメだ。世界中の視聴者が大佐のコメントを待っているんです。ない。だが一人話したい奴がいる。おい、クソバイソン。知ってるぞ。お前もテレビに出たいんだろう、このクソ野郎。だからこうしてやる。ふん。ああ、下品なまではやめてください。リージ、割り込め。今だ。コメントが聞きたいならマイクを貸せ。おい、どうなってんだい。バンログ、バンログ、ちょっと見てみろ。バカ野郎、マジで言ってんのかよ。俺カメラ回してんだぜ。ガイル大佐、待っていたぞ。引っかかったぞ。急いで逆探知するんだ。私のような偉大な戦士にはもっと敬意を払ったらと。戦士だって？お前が？じゃあ聞くが、今週は何人の医者と看護婦を殺したんだ？どれだけの子供を孤児にした？その言葉後悔させてやる。面白いさせてくれ。だが俺と会った時がお前の最後だ。将軍閣下、逆探知されてます。おざかしいことをしよって愚か者め。ではこうしてやろう。お前に3日やる。その間に身代金の200億ドルが届けられなければ人質は皆殺しだ。その結果はお前次第だということを覚えておけ。勝利を。バイソン、バイソン、おいみんな聞こえるか。助けに行くぞ。きっと助かる。チャーリー、俺の声が聞こえてるか。お前を助けに行く。頑張れ。